子供、双子兄弟が成人式を無事済ませた今年、約15年前に離婚した元妻が突してきたことが人生第二の修羅場。一度目は言うまでもなく離婚した時です。彼女はずっと子供は女の子一人だけと決めていたのに、双子妊娠は予定外のことだったと。ちなみに親族や遡れる限りの先祖に双子がおらず、かつ治療等はしていないため、自然に全くの偶然で授かりました。話を戻して、元妻は産んでみれば気持ちも変わるかもしれないと思ったが、産んでからももやもやが消えず、かつ息子は不細工で可愛くない、男と一緒に生まれてきた娘も気持ち悪くて仕方ないと打ち明けてきたのは、子らが小学校に上がる少し前の頃。しかも、あんたのせいで双子が生まれた。あんたの種のせいと言いますが、世のほとんどの男女の双子の例に漏れず、うちも二卵性の双子で間違いなく、かつ話した通りの自然妊娠です。言っている意味がわかりません。その後、互い両親を交えて話し合ったら、今度は良識人だと思っていた義両親も発狂。一人娘を20代前半で、嫁にやる気はなかった、出来婚ではない。こじれた話し合いの末、最終的に弁護士交えて、わずかながらの財産を分け、わずかながらの慰謝料を、なんとか、義嫁にそばからもらい離婚。親権は、自分、慰謝料は払ったし、俺の方が稼ぎがいいからと養育費は払わないと、かたくなに、元妻と義両親は、そそくさと引っ越し雲隠れ。浮気の事実がなかったことが、幸いといえば幸いか。しかし、瞬く間の出来事で、しばらくは現実味が湧きませんでした。それから、両親や周りの助けを経て、娘は短大、息子は、専門学校とそれぞれ行かせてやることができ、迎えた成人式。地元の会場にて張り込んでいた元妻と遭遇。ぶっちゃけ誰だかわかりませんでした。奴は、今の息子なら、かっこいいし連れて歩いても恥ずかしくない。娘とも、夢のペアルックをしてみたいとまくしたて。今自分の付き合っている人は、連れ子にも理解がある。双子たちは、もう手間もかからないだろうから。私に、親権をちょうだいという。バーカお断りだ。今度接触してきたら、弁護士、何かしたら、問答無用で警察。と言い捨て別れて、あれから、一度も接触はなく平和なもんですが、まだ大丈夫とは言い切れないのが何とも。子供たちは、久しぶりの母親の再会があんなのだったので、少しショックを受けてましたが、今は、立ち直って、逆に俺を励ましてくれています。本当大きくなったなぁ。ここまで吐き出して少し楽になりました。あとは、孫を楽しみに余生を過ごせたら、おしまい。